昭和47年台風第7号は、1972年7月に発生し、複雑な進路をたどったことによって、統計史上最長となる19日間の寿命を記録した長寿台風である。進路図1972年7月7日、マリアナ諸島の南で台風7号が発生。台風6号が発生した直後にこの7号が発生し、さらにこれに続くように、 台風8号9号も発生したため、日本の南海上に4つの台風が同時に存在するという珍しい状況になった。そのため日本列島では、梅雨前線が刺激されて大雨となり、400人以上が死亡するなど大きな被害が出た。7号は11日9時には、中心気圧910ヘクトパスカルの猛烈な勢力にまで発達し、4つの台風の中では最強。 かつ大型であったため、他の3つの台風の震度にも影響を与えた。まず、12日から14日にかけて、沖ノ鳥島の南西で動きを止め、反転して東北東に進んでいる。この時、台風6号はこの東で加速し、北西進している。これは、2つの台風が近づいた時にそれぞれが引き合って、複雑に動く現象で、いわゆる、藤原の効果が起こったことを意味する。 7号はより大きな勢力であったため、6号はこの周りを振り回されるようにして速度を速めた。7号はその後、奄美大島の北を西に進んだ後に南下を始めて沖縄の再開場にて4日間かけて大きな楕円を描くような不思議な進路をたどった。この影響で南西諸島では1週間以上も7号の暴風域に入り、離島への船が長期間欠航し、 食品や日用品等が不足すると深刻な事態になった。なお、この南下が起こり始めた頃に台風9号が7号に引き寄せられるようにして日本の南海上に接近し加速して23日20時頃に九州東部に上陸した。台を描いた7号はその後東、シナ海を北上し中国大陸へと向かった。 7号が台風であった期間は実に19日間に及び1951年の統計開始以降では2017年の台風5号と並んで史上1位帯の記録であることに加え気象庁の基準による寿命のランキングでも史上2位帯である。なお、7号が複雑な動きをしたことに関しては1972年7月当時日本付近では オホーツク海高気圧が強く張り出していたため、日本に近づく台風は通常であれば太平洋高気圧の円に沿って進むものが、この場合は代わりにオホーツク海高気圧の円に沿って進んだことが原因であったと考えられる。ちなみに7号に続いて発生した同年の台風9号もオホーツク海高気圧によって進路が影響され、歴代5位の長寿台風にランクインした。 ありがとうございます。